まあ、こんにちは。なんか一部の人しかそうなれない、つまりはどんな業界でもわずかな、まあ、ひとつまみの人に一握りの人しか、まあ、頂点に君臨できないんですよね。まあそれは確かにね、何に関しても言えるんですけども、じゃあ学校に行って学業の成績でトップに入れるっていうのは一部の人じゃないですか。当然一部の人しか、まあ、成功できないっていうのは分かっていることですよね。部活に入っても一部の人しか甲子園に行けないし、一部の人しか推薦入学の枠はもらえないんですよ。一部の人なんですよね。あの、学校に行ってると自分のね、好みの異性っていうのにも出会いますけども、じゃあ自分好みの異性と付き合えるのも、まあ一部の人ですよね。全員が全員そうならない、そして大半がそうなることでもない。本当にたった一部の人だけなんですよ。進路を決めてもやっぱり自分の決めた進路に殺到する人は多くって、その席を勝ち取るのは一部の人。進学でも就職でも出世競争でも、およそ何かを選ぼうとしたら一部の人なんですよね。それこそスーパーに弁当買いに行ってもとても美味しそうで安いやつってのは一部の人しか買えなくって、ちょっとねスーパーに行くタイミングをずらせれば、あの、まあ、そこそこのものがそこそこの価格で売っているっていうふうな平凡な結果をつかむに至るわけですよ。でお店を経営していてもね、どんな人と関わりを持っていても、いや本当に自分の思い通りの結果に至る人っていうのは一部なんですよね。だからそれはやっぱり当たり前のように私たちは体験してるのに、ビジネスで成功しましょうっていうとね、それたった一部の人でしょみたいなね、だから一部の人になろうよって話ですよね。私たちは何か競争があるたびに一部の人しかなれないから、うまくいかなくてもしょうがない、挫折する理由にそれはなるっていうふうに勘違いしがちですけども、私はね、どんな道でも全員じゃないけども一部の人はそうなれるんだなっていうのが希望だと思うんですよ。それが100人中1人であろうとも、1000人中1人であろうとも、1万人中1人しかその席が用意されてなくても、どんな時でもその1をひたすら見つめ続けてそこに向かっていく人は、それを希望というんじゃないかなと思うんですよ。可能性がゼロならばね、絶望でいいんですよ。やってもしょうがないでいいんですよ。でも可能性がもしね、少しでもあるなら、そこに向かってその1をつかむための、確率を上げるために修行していけばいいのかな、経験を積んでいけばいいのかなと、謙虚に人の失敗から学んでいくってことができるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、つまりね、まあ、どんなこともと言ったらまたね、例外があるんで言いにくいんですけども、基本的に自分の人生は自分が作った創作物そのものだと思うんですよ。だからどんな人生になろうとも、それは自分が全部細かいところまでデザインしたんではなかろうかと思った方が、まだ納得感はあるかなと思いますよね。はい、全ては自分が作り出したものであり、誰かのせいだとしてもその誰かによって影響を受けてるのは誰でもない自分だということで、全部自分の人生の上に起きてるドラマなんじゃないかなと思いますよね。はい、ということでね、今回は一部の人しかそうならない、わずか一つまみ一握りということで、握るという感じにしてみようかなと思います。いってらっしゃい。